広い場所じゃなくて狭くて多分あったかくて心地いいそんな場所をヌックっていうっていうことを知って今回はそのヌックをテーマに作品を作りました。まあ、音楽もね3人でヌックをテーマにしてるけども今回野口みねさんがその私たちの思いを文章にしてくれて、ね、長くスペシャルな、ね、感じになってますよね。私にとっての居心地のいい場所は想像の中の世界 で想像力がたくさんあるのが子供だと。で想像の世界を大切に大人になったらその想像の世界っていうのがどんどん狭くなっていって忙しかったりしてでもその想像の世界が支えてくれてるっていうのも大人になってもまだ残ってると思う。絵を描いてみて作曲をする作業とか何かをデザインする作業とか絵を描く作業というのが根っこにある感情みたいなものを意識するとそんなに違う作業ではないんだなっていうのをすごい感じていい発見だなと思いました。自分の中のこの作風というか思いをちゃんと持つっていうことが大事なんだなっていうのを再確認したと今回の収穫でした。長い時間かけてみんなで作り上げたことでここの記録っていうよりはこの期間の僕らっていう感じになったなと思って人の手が加わった時のワクワク感とかそれによって生まれるアイデアとかそういうのが生み出せたのはトリコロールの時に新しい一面が見せられるんじゃないかなと。僕にとってのネックは秘密基地ですね。本棚の前かな。天気のいいテラスかな。私たちのそのお気に入りの場所、お家は居心地のいいところで作品を作ったので皆さんもそういう場所で私たちの音楽と絵本を楽しんでいただけたらなと思ってます。